皆さんこんにちは、大樹です。こんにちは、大野和です。はい、今日はね、ロッキーね、もう2011年だよね、あの震災の年に、ね、学びに来てくれて、でそれからずっと広島でコーチングをしたり教えたりね、で最近はあのストレスクリアってね、はい、いうのをこう教えたりとかってしてくれてますけれども、カズをちょっとゲストに迎えてですね、なんかコーチング談義でもしてみようかと。ゲストに迎えてとか言って、私が広島に来たんだけど。ねえ、わざわざ。いやだって散々来てくれたものね、クラスにもね。通いましたね。通ったね、東京ね。はい。いやなんかそう、僕のね最初の、今ね全国でいろんなとこでありがたいことに講演会やらせてもらってるけど、最初にね講演会大樹さんやりましょうよって言って私のこと引っ張り出してくれたのも彼女でね、で広島でなんか思い出すとねこう胸が熱くなりますけども、もう今泣きそうですね。本当にいろんな人を紹介してくれて、でなんかねコーチングこう広めていけたらいいねなんて言ってましたけども、そもそもどうしてコーチング始めたんだっけ。そうですね、ぶっちゃけの話すると、私コミュニケーションがすごい下手 で、 あれで仕事さえしてればこう、会社員だったんですけど、仕事さえしてれば認められるって思ってたんですよね。で、すごく偉い人と仕事ができるようになってしまって、そしたら直属の上司とかをね、全然こう軽んじちゃったんですよね。報告もしないみたいな、結果を伝えるぐらいのことをやっていたら、やっぱり人事権があるの直属の上司だったので、そう恐ろしいね。そうで、どうしようっていうような、仕事に回された時に、会社員以外でやれることがないと、何をしたらいいんだろう。で、自分の一番苦手なことをやっぱ克服したいなと。それがすごいね、発想がね。でそういう感じですよね。そっか、それで、東京にねチームフローっていうのがあると、で元々すごい評判聞いていたので、どうせだったら本物を学びたいということで、思い切って小学校に上がる前の子供を連れてですね、そうだったね、そうだったね、はい。どうでした、なんかコーチングをこう学び、学ぶとさセットでこう受けるのもついてくるわけなんだけど、はい、コーチングを受けさ、で学びで、何が良かったから今でもコーチングしてるんだろう。そうですね、もう一言で言えっていうことであればね、私が私でいいって自分が本気で思えるっていう、その瞬間を数限りなく感じることができたっていうことですよね。いいからいいとかでなく、悪かろうが何だろうが私は私だし、もう何だろうな、いい悪いじゃないけれどいいんだっていう、そこの感覚を学べたし体感できたし実践もできたっていうことがすごい大きかったです。いいね。なんか私たちのね共通のまた先生で平本明夫っていう人がいますけど、ね、平本さんとかもそうだけど、まあ破天荒な感じはあるけど、でもさ、なんかやっぱりその、いや自分は自分でいいし、やっぱり自分のことを信じて、やっぱりやりたいことを やろうとしてっていう、だからなんかそういう人に出会って、でなんかこうお前はどうすんだじゃないけどさ、とか、どうしたいの、あなたはどうしたいのってこう聞かれるのがやっぱりすごい大切なことで、だから私もコーチングね、カズよりは少し前に出会ってたけど、なんか結局ね、なんかコーチって人に出会ったなっていう感じなんですよね。そのコーチングに出会ったというよりかは、コーチという人に出会って、その人はやっぱりなんか等身大で自分の人生をでも切り開いてこう生きていこうとしてるとか、で別にそんな激しくなくてもいいんだけど、なんかでもやっぱり自分のことを大切にしながら生きてる、でだからその人と出会うと、やっぱりこう自分のことも大切にしたいとか、なんか別に自分は自分でいいじゃんってこう思えるのが多分コーチングの場なんですよね。そうですね、技術とかじゃなくてね。そうなんですよ、たくさん教わるんですよ、で練習もするし、結構ねハードなトレーニング当時はですよ、当時は。いや今もそうですねだけど、そのなんかねチャレンジすらも何かこう許されてる感じというか、全てが体験でね、それは何もこう無駄なことはない、全て糧になるんだと。でなぜならと、大樹さん自身がずっとチャレンジし続けている、もちろん平本さんもそうでした、ものすごい遥か先頭にね平本さんが走ってて、大樹さん走ってて、もう豆粒ぐらい見えなくなるかもしれないけど後ろ走っていいんだとか、
学び続けていいんだとか自分なりにやれることやっていいんだっていうのをずっともらい続けてたんですよね、言語としても非言語としても。まあ前そんでよく前見てたらね、ちょこちょここけてるしね前の知らね見ないようにするでもなんかそれがね、あのやっぱりこう自分たちもやり続けたいし、うん、やっていいんだっていうね、そうだね、大きかったです。結局まあ私はね、平本さんとの出会いを通じてアドラー心理学と出会って、でね、やっぱりね、もう十何年コーチとしてやってますけどね、うん、その中核にある問いは何かって言ったらね、やっぱりね、目的論と主体論なんですよね。どう生きたいんだってね、どういう世界にしたいんだ、で今あなたができることは何だ、でやっぱりそれで生きようと、でうまくいこうがいくまいが関係ないと、でそのことを大切にしながら、で周りの人とコミュニケーションを取って生きていくっていうのがいいんじゃないかと、まあこういう信念なんですね、コーチングっていうのはね。でそれに触れた人がやっぱり、あそうかと、自分も自分なりにやってみようと、で結局コーチングはこの潜在力をその発揮していくとかね、その思いも含めてだけど、思いとか能力も含めて個人の潜在力、それから個人の周りにはね、いっぱい人がいるから、でやっぱりその人たちがこう協力し合ったりとか触発し合った時にまた生まれるこのシナジーがあるわけですよね。でここを解放していこうと、でそのためには何かできるかできないかとか、うまくいくかどうかとか、どっちでもいいんだと。でまあ、とにかくその自分のことを信じる、人のことを信じるということから始めてみようと。 でもそう言ってもこう信じられないじゃないですかだから結局どうするかっていうと、すごい信じて、なんか自分のことも信じてるし、こっちのことも信じてくれる人に出会った瞬間に何かが変わるんですよね。でだから結局なんかコーチであるってね、なんか私たちもそうありたいなと思って、そっちに向かって努力するとこういうことになるんだよね、はい、ねえ、修行の旅が続いてきましたね、ここまで。そうですよね、でね、修行なんですけどめっちゃ楽しいんですよね。なんか修行楽しいって意味じゃなくて、なんだろう、こう自分にね、まあなんか私の言い方ですよ、自分に手をかけることの喜びっていうんですかね、そのそれこそね、過去ずっとハッピーだった人もそうでない人も、そして今がハッピーでもそうでない人も、全てをね、自分で見ることができるんだとか、自分で気づくことができるんだとか、 そしてコーチという存在がそれをね、一緒に照らしてくれるっていうところの安心感の中で気づいていけるっていう、これが気づいたら修行と呼ばれるものになってるんかなっていう、そのぐらいの感覚で楽しく今まで活動させてきてますね、させてきてさせていただいてますね。逆にね、なんかね、そうそう、私はどっちかって言ったらそっち側なんだけど、苦しくね、修行しようっていう人はね、これ長引きますよ、修行が長引くからなかなか僕もコーチング業界から離れられないんだけどやっぱね、なんかね、この悲壮感ねとか、なんか自分が足りないところを補っていこうと思うとね、結局それがこの対人援助の仕事だから、その人の側に影響しちゃう、相手側に影響しちゃうんだよね。でその人もなんか足りないところを補うために苦しんで頑張るになると、やっぱり結果が出づらい。でこの潜在力が解放されるとは逆に、もうなんかこう改善を積み重ねながら少しずつ良くしていくっていう方向しか取れなくなっちゃうから、対処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 、いやそれになっちゃうんだよね結局ね。だからそういう意味では、もうアドラーはね、その不完全であることを受け入れる勇気とかいう言い方してたけど、本当に勇気の問題で、もういいと、自分もこれまで頑張ってきたしやれたこともあるし、そこを見ようと、で歯を食いしばってそこを見てとか言ってそういう人はで、やっぱりそこで、ああなんだいいじゃんっていう、この気分ね、気持ちがすごい大切なんじゃないかなと、ね、なんかね、その気分をね、自分で醸し出すってすごい大変なわけですよね、特にそういう世界観にない人間は、真逆の発想のように思えるぐらいこう辛いわけで、私がクラスで印象に残ってる言葉って山のようにあるんですけど、今2つだけ言えるのはね、やっぱりあなた初日ですよ、もう全然やったこともない私たちド素人の中で、ダイさんはね、自信満々にね、堂々と言ってくれたんですよ。あなたがここに来てる時点で、あなたはすでにコーチですって言ってくれたんですよね。何にも知らないのに、そのコーチであろうとかね、コーチになりたいと思ってくれた時点で、それはもうコーチなんだと、だからそれでいいんだよって。まあこれにもエピソードがたくさんあって、そのお話でも非常に感銘を受けたっていうことが一つあったのとね、もう一個、私が今なんで広島でやれてるかってことなんですけど、外に出ろっていうのをすごい言ってくださったんですよね。
知らないコーチングのことなんか知らない人間がいる方が当たり前で、知ってる人はまだまだ少数なんだと。コーチング知ってる人の中でコーチングの話をするのではなく、自分の地元で知らない人の中でその良さを伝えていってほしいんだって、それ私たち地方からね東京に学びに出てた人間にとってはすごい心強かったんですよね。それが未だにすごく残っています。あ、嬉しいね。でやってくれてるんだもんね。なんかさ、ちょっと聞いてみたいんだけど、その、はい、自分でこのコーチとしてこれを大切にしてるとか、うん、こういう自分でありたいと思ってるとかって何かありますか？そうですね、なんかね、まず自分を満たすっていうことですよね。あ、なるほどね。満たすっていうのはいいものでというよりも、その今の自分を360度見る勇気を持ち続けるっていうか、そのことにこうイエスを出し続ける。で、なんかこうそれを常にこうやれるっていうことですよね。それを大事にしたいし、それをやれてるうちはコーチでいられるのかなって思ってますね。そうか、はい、いいな。いや、俺もさ、自分で聞いてるからさ、もちろん自分でも自分に問いかけてんだけど、うん、やっぱね、似たようなとこがあってね、これだから皆さん意外でしょ、その相手のどこを見るとかなんとかとか言うよりもね、私もそうなんですよ。私は結局ね、自分のことを信じようと思ってるのね。で、コーチングする時もそうだし、まあコーチング教える時もそうなんだけど、自分にもできることがあるはずだと。で、自分がこういうふうに自分のことを信じて、で上手にできるかどうかは別にして、だから私みたいな上手な人間が言うと嫌味かという人がいるんだけど、でも本当に思ってるの、そういうふうに自分のことを信じて、で自分がとにかくうまくできるかどうか別にして、でやれることをやろうと。でそれが一番そのクライアントにとってとか、コーチングを学んでる人にとってこう勇気になるんじゃないかなと思って。で私も不安な仕事いっぱいあるけど、やっぱりそういう時こそ、まあそれは不安当たり前だよねと、やったことないもんねと。コーチングなんか余裕なこと一個もないんですよ。全部違う人だし、全部違うテーマだし、でいや無理やりね、なんかアドバイスしたり無理やりいつものパターンに持ち込んで、なんか落としどころを作ることはそう難しいことじゃないけど、でも本当に何がベストなのかって考えたらベストはない世界で、でやればやるほど分かんないことも出てくるし、でそういう時にでもね、あいいと、自分のこと信じようと。だって変な話だけど、俺ほどコーチング好きなやつそんなにいねえもんなと思って、本当にですよ。なんで毎日ビデオ出してんだろうとか、なんで何年もこんな必死になって教えてんだろうと思ったら、まあ上手いかどうか別にして、俺ほどコーチング好きなやつってそういないもんなと。だからなんかその一点で俺は俺に OK 出そうと思うし、うん、じゃあ大樹さんほどコーチング好きじゃないから私はダメだって、そんなことないんですよ、うん、要はカズもさっき言ってくれたけど、なんかコーチングに興味を持つっていうこの魂がコーチなわけだから、うん、で誰かの力になりたいっていう魂がコーチなわけだから、なんかそこに OK をどれだけ出すかだよね、我々がね。です、です、です、です。で、一人だと勇気がいるんです、うん、だから仲間と会うし、クライアントと一緒に頑張るし、自分のコーチとも頑張るし、恩師ともところどころで時々ね、お会いしながら、そして毎日ビデオを見ながら原点に帰ってまた一歩進むっていうね、その毎日をね本当に経験してるし、今もやってると思いますね。ね、いいね、うん、それでさ、なんか最近あれじゃない、はい、コーチングにプラスしてなのか、はい、ね、なんかわかんないけどもしかしたらそっちが本業かもわかんないけど、なんかストレスクリアをやってるじゃない。そうなんですね、はい、あれもでもいいね。ありがとうございます。でなんかね、まあストレスクリアのことはぜひ興味持った人は自分で調べてみて、まあサイトとかもあるし、いろんな情報、いろんな人が出してるから。でだけど私も一回ね、こう彼女にね、カズにセッションしてもらって受けて、非常にいいなと思ったんですよね。なんかその私が教えてるやり方とはまた違うけど、うん、その本当に自分のこの心の真実に触れるというか、まあもうちょっと言うとね、その、まあ、私の言い方で言うとね、問題っていうのはこう自分で作ってるわけなんですけども、自分が作ってるだけの問題、なんか周りあると思うじゃない普通はね。ところが自分の意識が作ってるんですよね、あれね。で、ああそうかって、こういうふうに作ってきちゃったんだとか、でもその奥にあったのはこんな思いだったんだとか、本当の自分ってこんな感じだったんだっていうのがね、分かるとね、実は見え方が、世界の見え方が変わっちゃうしね、問題がこう消えちゃうみたいなことっていうのがあるんですよね。
それをすごくシンプルにやってくれる、まあ、非常に面白い手法で、で、でもどうなの、なんで今それをさ本気でやりたいと思ってるかとかさ、なんか、うん、それを通じてなんかクライアントにどんなことを起こしたいとかさ、なんかどんな感じなの？そうですね、やっぱり、うん、チームフローコーチとしてね6年やってきて、でたくさんお話を伺ったし、いろんな方のセッションをして夢、目標、目的叶えていくってお手伝いをしてきました。でもちろんクラスでもまあ、マイナス領域っていうかね、そのネガティブな領域を扱うセッションもいっぱいやったし、今もそれはやり続けています。椅子のワークとかねやってるんだけど、なんかこうその学んだ安心安全な世界の中でやってるよりも外に行きたかったんですよね。これは自分の何が突き動かしてるのか正直ちょっとまだ自分でもよく分かってないんです。ただそこにダイレクトにアクセスするスキルっていうのがあるっていうのを知って、そしてそれがストレスクリアだっていうふうに聞いてすごく興味があったんですよね。なんかこう、まあ、最初はですよ、他流試合の感じでね、どんなもんか見ちゃろうかいぐらいの感じで実は正直言ったんだけども、なんか求めてるものというかこう目指してるものが実は根底がとても一緒だということに気づいたんですよね。人の幸せにね貢献したいっていう思いだとか、そしてその悩みっていうのをどう捉えるか、悩みを悩みだと思うから辛いんであって、そのリフレームじゃない方法で扱えるっていうふうにストレスクリアが言ってたので、それはどういう手法なんだろうかと、それをすごく知りたいっていうのが正直なところでした。でもう一つは、今私が関わっているクライアントさんたちっていうのはすごくこう日常にね悩みをたくさん抱えてらっしゃる。でそれは何だろう、日常の悩みっていうより、まあ、私のクライアントさんって治療院経営の院長とか起業家とか社長さんとかっていう方なんだけど、本当にこういろんなことが複合的に絡み合って、で言いたいけど言えないみたいな立場上とか誰にも相談できないみたいな苦しさを持ってる人たちで、どんどんこう悩みが複雑化してたんですよね。そこにこうズバンとストレートにこう外のことはいいから自分の本当の部分に気づいてっていうのをもっとこうなんかダイレクトに扱えるものはないかなって思った時に出会ったんですよね。そこですね、はい。そうだね、なんかやっぱりコーチングさ、まあ私のところはいろいろなこと教えるしいろいろなことやっちゃうから分かりにくくなるけど、でもコーチングってさ、すごいシンプルに言えばさ、そのでどうしたいのだし、でいやそのために何ができるっていうさ、うん、まあ未来思考だし行動思考だしさ、うん、でアドラーだとすごいコミュニケーション思考だしね、うんうん、でまあそれをそれでそれを使ってこう何でもまあもちろん解決もしていくし変化も作っていくんだけど、もう一個はやっぱりその自分の認知の問題でありさ、で自分がまだ気がついてない自分のこの気持ちとかね、自分が大切にしたいことであり、でなんかそれがどんな風にこう今こじれてるかとかさ、変化してどんな状態になってるのかっていうことにこう気がついていって、そこを整理していくっていうね、その内面にアプローチしていくっていう方法で、でそれは非常になんか面白くうまくやるね、あれはね。そうなんですよね、非常にシンプルです ね、はい、だからなんかいいなと思うし、だからね皆さんよかったらねぜひこうセッション受けてみてもらいたいし、うん、でコーチもねいろんな種類のセッションを受けるといいと思うんだよね、うん、そのいわゆるコーチングだけじゃなくて、その自分の内側にこう、うん、結局はさ、なんか本心に気がついて自分が自由になってよりシンプルに生きる、うん、でアドラーが言ってるところのね、その、人生は簡単だと、難しくしてるのはあなただまさにね、で、その難しくしちゃってる、うん、思考に気がついて、うん、すごいシンプルな自分の心で、うん、やっぱり生きていくっていうことを支援してくれる、うん、まあ非常に面白いツールだし、きっとあれだよね、やっぱり私も受けてみて思ったけど、その世間一般で言われるそのじゃあ本当はどうなりたいのとか、そのために何ができるのとか、うん、じゃあ周りの人とどんなコミュニケーションを取ってみたいなのともすごく相性がいいよ ね、 いいですね、うん、自分でこう整理ができて本当の気持ちに気がついて状態変わって、でそこからどんどんね未来思考行動思考にこうなっていくとね、非常にいいんじゃないかなと思うので、うん、ぜひね体験をしてみてください。でね、というのと、もう一つはね今日やっぱりカズと話して思ったのは、
まずね自分たちがいい状態でいるとかね、うん、ということが対人支援やっていく上ではすごい大切なんじゃないかと思うから、うん、ぜひコーチカウンセラーその他対人援助する人はまずセルフケアから始めようとううういうことで、まあ、コーチング受けたりストレスケア受けたりね、はい、しながら一緒に進んでいきましょうということで、はい、これ続編もあるんでお楽しみに。